地震が発生したら皆さんはどのような行動を取りますか？発生直後はどうしますか？まず机の下に隠れて身の安全を守るかと思います。その後の行動は何をすればいいかと思いますか？時間はあくまでも目安となりますが、発災後の行動をチャートで説明していきたいと思います。地震が起きたらまず身の安全を守るようにお願いします。机があれば下に隠れるようにしましょう。机がなければ姿勢を低くしてクッションなどで頭を保護するようにしましょう。外出時にはカバンなどで頭を守り、外壁や看板など落下物から身を守るようにしましょう。揺れが収まってから火の元の確認をしましょう。もし出火してしまった場合は初期消火をお願いします。現在のプロパンガスや都市ガスは震度5弱程度で自動的にガスの供給を止めるよう設定されていますので、揺れが収まってから行いましょう。また地震によって扉が歪み開けられなかったことがあります。いつでも避難できるよう玄関のドアや部屋の窓等を開けるようにしましょう。さらに家族の安全も確認しましょう。発災後から3分程度の行動です。靴やスリッパを履いてガラスの破片から足を守るようにしてください。すぐに外出できるように非常用の持ち出し袋も用意しましょう。こちらは平時から準備しておけば安心です。発災後から5分程度です。ラジオ、テレビ、インターネット、防災行政無線などで正しい情報を確認するようにしましょう。また隣近所の安全確認をお願いします。一人暮らしの高齢者や要配慮者がいる世帯には積極的に声をかけて安否の確認をお願いします。さらに近所で出火していたら大声で知らせ、協力して消火しましょう。地震から10分までに家屋の倒壊など危険を見極めることとともに、このまま自宅で生活ができるかを判断し、家屋に問題がなければ在宅の生活を継続、倒壊、家の傾きなどがあれば避難所へ避難するようにしましょう。避難の際ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切って避難しましょう。車を使用せず徒歩でお願いします。またブロック塀等の倒壊にも気をつけましょう。地震発生から数時間での行動です。大規模災害時は各地で同時多発的に被害が生じますので、消防署等の行政機関が消火や救助に駆けつけることに時間がかかります。近所の方と協力し消火や救助活動を行いましょう。災害発生から3日間程度は物資が入りにくくなります。そのため生活は備蓄品で賄いましょう。備蓄品は最低3日間、できれば1週間分を備蓄しましょう。また災害や被害の情報収集を行ってください。市のホームページや SNS 等を用いて情報の発信をしていきます。行動チャートをまとめるとこのような形になります。時間はあくまでも目安となります。自分が災害時にどのような行動を取ればいいかをぜひ考えていただければと思います。他の動画では情報収集方法や備蓄について紹介していますので、そちらもご視聴いただけると幸いです。ご清聴ありがとうございました。